私は大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、そうですね。でも、せっかく一つの窓に二人で入れたので、このままでいいじゃないですか。二人で二つ使うより、二人で一つの窓を使った方が資源の節約になりますよ。そうですよね。あ、風が。いい風ですね。あ、別に気にしませんよ。ベタベタになったら洗えばいいじゃないですか。こんなに風が気持ちよいのですから。はい、本ですか？絵本とか大好きですよ。はいはい。だからわがまま言わせていただいて、絵本のコーナーの担当なのですよ。絵本は詳しいですよ。そうですね。勉強します。礼なんて、図書館司書として当たり前のことをしているだけじゃないですか。すみません。でもこの島であんなに本を読まれるのは高弘さんぐらいのものですよ。そうさせていただきます。お疲れ様です。霧島でちゅ、お入りしてもよろしいでちゅか。これといって用事はないのでちゅが。所長の仕事の進み具合を見に来たんでちゅよ。どうしたんでちゅか、所長。怪しいでちゅね。
何か隠して待ちえんか。言うなら今のうちでちゅよ。今なら上場酌量の考えもありまちゅ。後ろめたいことがなければ言えるはずでちゅよ。本当でちか？別になんでもないでちよ。そんなことより早く仕事を終わらせてください。では私はこれで失礼しまちゅ。また後ほどお伺いしますので。それではまた後で。はい、ご苦労様でちゅ。いつもこのようならよろしいのでちゅが。では私もこれで失礼しまちゅ。いえ、これと言ってないでちゅが。何か？おやすみなちゃいまち。高弘さん？いえ、まだこちらの電気がついてたので誰かいるのかと思いまして。お邪魔したようですね。失礼いたします。はい、はい、少しなら。それではお付き合いさせていただきます。はい、いただきます。おはようございます。
高弘さんの寝顔を見て言うと、とても起こせません。だって、とてもあなたは何をしているのでちゅか。やたら遅いから見に来たら。霧島さん、それはリニアが悪いのです。だとしても、朝からリニアちゃんを叩いている暇があるんだったら、とっとと起きるでちゅ。ほらほら。メイドに起こしに来させるなら、いい加減裸で寝るのをやめるでちゅよ。たく。あ、キュー。大変でちゅ。リニアちゃんが倒れたでちゅ。本人も気にしているのでちゅから。ほらほら、所長、くだらないこと言ってる暇があるなら、たまった書類を片付けるでちゅ。でもそのおかげで平和な場所で所長と仕事ができるのでちゅから、私は嬉しいでちゅよ。いいえ、何も言ってないでちゅよ。それではまた書類を取りに来るでちゅ。あら、珍しいこともあるんでちゅね。雨乞いでちゅか。たまにではなく、いつもお願いしたいでちゅ。くだちゃい。コーヒーここに置きまちゅね。チェックしまちゅ。はい、オーケーでちゅ。この調子でちゃんとリニアちゃんたちを指導してくだちゃいね。では失礼しまちゅ。
かした？食事とは視覚でも楽しむものだから、私のビューティフルな水着姿でごまかそうかと。あれ、ダメ。女の人の水着姿って男の人は嬉しいんじゃないの？じゃあ早速。実相寺冬葉、責任を持って30分後に高弘さんを起こさせていただきます。